さて、本日も早速講義を始めていく。本日はハムスターさんの中でも大人気、キンクマハムスターさんに焦点を当てていく。なんだかみんな輝いているな。キンクマさんはゴールデンハムスターさんの仲間。人工改良で生まれたため野生には生息していないんだ。性格はハムスターさんの中では温厚な方で、個体差はあるが男の子の方が少しシャイでおとなしく、女の子の方がちょっとだけ気の強いところがあるようだ。動画に映っているのは女の子の赤ちゃんたち。キンクマさんは子供の頃から体が大きめだ。順調に育っているな。縄張り意識の強いハムスターさんたちだが、こうして幼い頃から同じお部屋で生活していると、この子たちのように誰とでも仲良くなれたりもするぞ。なんて言ってる間にガールズバトルが始まってしまった。どの動物さんも女の子は強いな。ご飯を食べたら喧嘩のことなんて忘れてケロッと一緒にお昼寝をしていたり、女の子のことを理解するのはどんな勉強よりも難しいんだ。こんなにいろんな顔を見せてくれるなんて、ハムスターさんは単独飼育でも多頭飼育でも見ていて飽きないな。ここでブレイクタイム。本日はキンクマさんをピックアップしているが、ゴールデンハムスターさんだけでもこれほどのパターンがある。クロクマさんと呼ばれるブラックカラーの子もいれば、それぞれ長毛の子もいる。セーブル系のメガネをかけたような模様の子や、バンデットといって白い腹巻き模様がある子など、個性は豊か。みんなはどのカラーの子がお気に入りかな？さて、そろそろ講義を再開しよう。ご飯タイムに入って
本当に喧嘩も終わったようだ。見ている私たちも一安心だな。金熊さんの飼育の中でも見どころでもあるのが大きな頬袋。ハムスターさんたちはみんな立派な頬袋を持っているが、模様のないことが相まってか、金熊さんの詰め込まれた頬袋はとっても目立つ。お家に持ち帰る歯もいれば、こうしてその場で味わう歯もいる。美味しそうなお顔をしているな。ちなみにみんなが食べているのはローデントペレットといって、実際に動物園などで使われている専門のフードだ。栄養価が高いことはもちろん、伸び続ける歯を削る役目もある。今は通販でも簡単に購入できるのでおすすめだ。仰向けで寝ていたり、時には喧嘩をしたり、仲良く遊んでいたり、どんな姿もとっても可愛いな。この種類の子が見たいというリクエストがあれば気軽に教えてくれ。みんないっぱい食べて元気に育ってくれよ。Did you enjoy it?Don't forget to subscribe and like today's video. See you next lecture.